今回の動画ではフィモーラ10で雰囲気抜群の二重露光動画を作るテクニックを紹介するよ。ぜひ最後まで見てね。皆さんこんにちは、ワンダーシュアフィモーラの JJ です。今回の動画ではフィモーラ10を使って二重露光ビデオを作成する方法を紹介するよ。二重露光はミュージックビデオでとてもよく使われるエフェクトの一つだよ。いろいろな感情を表現できるの。作り方はとても簡単。それでは早速始めよう。二重露光ビデオを作るには2種類の映像の準備が必要。まず被写体が映っている映像を用意するよ。このエフェクトを生かすためにはすっきりした背景を意識してね。背景は白い壁や白い背景、雲がかかっていない空なんかがおすすめだよ。被写体が明るい色の服を着ていないことを確認してね。暗い色の T シャツとかなら綺麗な背景とのコントラストが強くなるから二重露光がバッチリ生きるはずだよ。2つ目に用意するのは被写体動画とブレンドする映像。被写体から透けて見える背景動画になるよ。ドローン映像でも街の風景でも自分の感情がうまく表現できると思える映像なら何だって OK。例としてこの動画を選んでみよう。いろいろな映像で試してみてね。どれも面白い結果が得られるはずだよ。じゃあ2つの動画をフィモーラ10に取り込もう。被写体のビデオをタイムラインのトラック2にドラッグ&ドロップ。それをダブルクリックして左上のビデオから合成の項目をクリック。描画モードを比較・明にして OK。 次は背景動画をタイムラインのトラック1にドラッグ&ドロップ。タイムラインを再生すると2つの動画が二重露光で表示されるよ。映像の好きな部分が被写体の下に来るように背景を調整しよう。タイムラインの背景動画をダブルクリック。ビデオの変形からポジションの数値を調整できるよ。エフェクトをもっと効かせるために被写体動画にコントラストを加えてみよう。タイムラインの被写体動画をダブルクリックして左上の色からトーンでコントラストと輝度を調整。じゃあどんな風になったか見てみよう。以上、フィモーラ10での二重露光効果の作り方でした。みんなはどんな感情を二重露光で表現したい？ぜひコメント欄でコメントしてね。チャンネル登録も忘れないでね。 Keep creating!